K1 フェスタ2018ライブ解説どうぞ楽しんでください。 Enjoy, enjoy. What's up everybody? Welcome to Family Time! 前蹴りね、どこまで通用するんだろうね。 God タケルってそういうの付き合わない気がするんですよね。聞かせる攻撃入れないと。そうですね、聞かせる攻撃入れないとタケルはどしどし前に来ますので。でもタケルは非常にタフなので、聞かせるのは難しいですね。難しいですね、顔面に前蹴りさえ食らわなければ前に行くと思いますね。ラウンド1始まりですね。 Here we are, here we are.でもタケルの前蹴りもありますね。うん、うん、タケルも前蹴り出せますよ。でも小宮山選手かし頭いいからね。ああ、パンチは絶対付き合わないので絶対付き合わないですね。絶対付き合わない、うん、ああ、自分の会社だと思った。おお、危ない危ない危ない。でも詰めに来てますね、ケル選手。インロー早いですね。詰め危ない。前蹴りで襲うのしてる、うん、あー顔面にクリーン。でも距離がそうそうそう、これ疲れますよ。小さくなってきてるね。だん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 縮まってきてますね。カットしましたね。いいカットだね。よく見てますね、タケル選手。うん、逆方向行くね。うん、カット、そう。いいフットワークですね。カット、カット、あ、そうそうそう。ああ。ここがやばいの。付き合ってないよ、タケル選手。うん。もらってすぐ前に出ますね。近すぎますね、もう近すぎます。疲れさせようとしてるね。うんうん、そう、ただ出さないんですよね、タケル選手。距離詰めるのに、うん、何も出してないですよ、前蹴り以外。パンチを距離詰めてから出すので、うん、ほら、いや、何も出す。詰めるスピードは早めると思うよ、もうちょっと、ね、もうちょっとするとね。ラスト30で、ラスト30、15秒で連打いくと思いますね。うん、でも詰めるスピードも速くなってくると危険度も高くなりますね。そう。おお、バックハンドボール。ああ、前蹴り、前蹴り、うん、付き合ってないね、完全に。おお、重いよ。重いけどガードしてるよ。でもね、これは印象に悪いよ、完全に握ってる。この動き、サウナンド一応持つんだよな、小山。ああ、持てば、うん、でも判定ですね、そしたら。ストーカーたける、イエス。いや、ストーカースタイルですよ、ストーカースタイル。そう、出してこないとカウンターできないんですよね。そういう、でもそれも見えましたね。うん。うん、ブロックしましたね。かわしてグローブに当たりましたね。
バルチャーの人あるんですか。僕たちの分析見ればそういうの。ここまでの大会もやはり戦いが進むごとにエースを自覚するエース候補たちが素晴らしい戦いを演じて、パンチ一つも出さないですね小宮山選手。待ってるんじゃない。飛び膝、早いですねその左手、気合早いよ。そう、パンチは。でもタケル逃がしてますよ。本当にロープに詰めたかったら詰められると思います。できるよね。疲れさせるために逃がしてると思いますね。距離を詰めさせない。ああ、そう、ホールディング。ノーホールディング。ノーホールディング。足にやろうとしたね。近いからロー。そう、あんなにね後ろに行ってるといい蹴り出せないですよ。いやー、タケル選手でそうインアウト。ああ、ここやばいね。ああ、ここやばいよ。ボディ一回当たりました。でも距離詰めてほしくないですね、武尊選手。連打出し始めるとクリンチになっちゃうかなって。おーい、ガードしましたね。逃がしてますよ完全に。疲れさせたいんですよね。オッケー大丈夫、ラスト1分3ラウンドだね。3ラウンド。確かにキレのある小宮山選手は危ないですから、まだ連打いかないんじゃないですかね。あ、でも入ってきてるよ、入ってきてる。あ、そう、ラスト30。ラスト30、ラスト30。疲れてきましたね。逃げるな。すごい、すごいですね。オーバーハンド。そうだね。まあタケルですよね。誰が戦いを勝ってるかと見るとタケルだよね。タケルですね。でね、パンチも当たってるし、攻撃出してるのはタケルですし、小宮山はあんまり何も当ててないからね。もう結構あの KO されないっていう目的ですね。でも完全にそういう風に逃げてる相手を KO するのは難しいですよ。相手も来ないと。 Alright, here we go. Last round. Last round.でも行ったら絶対やられるよ。確実に。おお。強いですね、タケル選手。強いね、ロック。強いですね、ロックが強い。おお。
あいい膝ですね。タイミングでしたね。なんか出してくる気がするな。スピニングバックスロー。スピニングバックブロー出してくるのかな。ああ、ナイスキック。それもっと出す、うん、ね。出せばいいのにね。最初からね。ああ。No。ああ、ここはやばいね。ダウン。立てないかな。あのボディは厳しいね。えぐいよあのボディ。立った。KO。フィニッシュするよ。KO。ダウン。あれ、2ノックダウン制じゃないの？もうラストだから3じゃない。ああ。しかばしか回転なんか出さないとね、ここで。うん、ああ、終わり。タケル KO 勝ち。さすが。うーん。そうなると思ってたよ。タケル強いですよ。強いね。強いですよ。みんな皆さん多分天心が普通に KO で勝つと思いますけど、でもそんな簡単にいかないと思いますよ。いや、うん、What a fight。 すごいですね。皆さんエンジョイできましたか？そしたらそのいいねボタンをスマッシュしてください。スマッシュ。そしてその登録ボタン、まだスマッシュしてないなら必ずスマッシュしてください。スマッシュ。最後まで見てくれてどうもありがとうございます。皆さんこれからも練習頑張ってください。We'll see you again soon! Bye bye!